ここがご主人の通っていた学校ですか。通ってはいなかったけどな、サボってたし。誰もいない校舎というのはなんだか少し不気味ですね。いや、私にとっては同年代が詰め込まれたあの空間こそ不気味だったね。そうですか。ご主人にとって学校とはどんなところだったのですか。ズバリ柴犬で言うところのドッグランだな。ぼっちだったのね。言っとくけど、私らは好きで他の犬と距離を取っているの、いわゆる柴距離ってやつよ。私だって好きで一人でいたんです。すみません、ご主人。ご主人はいつも僕とドッグランに行くたびにご自身と重ね合わせながら辛い思いをしてません。辛いとかじゃなかったな。ただ自分に合わないっていうか、周囲に合わせようという発想がそもそもなかったっていうか、私は少しは変わるべきだったのかな。ご主人はあれで良かったんじゃないでしょうか。種の絶滅におけるこんな逆説があります。新しい環境に適応できないものが滅ぶのではなく、以前の環境に適応しすぎたものが滅ぶのであると。自分はあまり周囲に馴染んでいないなと思っているくらいが実はちょうどいいんじゃないでしょうか。自分はちょっと変と思ってるくらいの方が自分を見失っていない証拠よね。いいんじゃない、無理に自分を合わせなくたって。お前らなんて言ったって私ら柴犬は決して自分を曲げず譲らず、縄文時代から何にも変わらず生きてきたんですから。なんだその説得力、ちょっと腹立つわ。